未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。華道家細川悟。生け花を始めたきっかけは曽祖父が残した一枚の写真。見入るっていう表現が合ってるんですかね。なんか引き込まれるっていう感じですね。細川の曽祖父も華道家。感銘を受け華道家元池の坊に入門した。花と向き合う中で見えてきたことがある。人間もすごいリーダーシップのある人ばっかりだとまとまりがつかなくなったりしますし、それはまあお花もまた一緒かなっていう。それは今彼の華道スタイルとなりつつある。一つ一つの個性とか違いの中でその植物の良さを見つけていって生きていくっていう感じですね。細川悟、今の自分を込めたワンミニット。儚さと強さを兼ね備えた桜の美しさを表現。細川悟の未来。ひいおじいさんのように、まあ、花で、いろんな人に感動を与えられるような華道家になっていきたいと思います。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。